え、じゃあ今日はボンさんから何か告知が、はい、あるということで、はい、すみません、画像出ますでしょうか。あ、画像出していいですか。はい、よろしくお願いします。ドドン来た。節目の恒例となりました10体連続エントラ討伐にまた挑戦します。すいません、長らくお待たせいたしました。20万人直前10連続エントラ討伐、ありがとうございます。さあ、僕は、もうすぐ20万人ということで、20万人を目指してエンドラ討伐をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついに20万人達成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、砂漠、まさか始まりスタート最初に入る建物が収益者の塔だとは誰が思ったでしょう。こんにちは、ありがとうございます。まず行ってみー、よいしょー、はい、じゃあちょうどありがとうございました。ふぅ、2周目終了、ありがとうございました。ちょっと1回ごとにちょっとだけ休憩したしね。いける、俺の顔面ベッドバカー、ありがとう。綺麗に決まったね、ベッドマーカー。俺たち鶴橋の分だー、来たわー。やばい、終わんなかった終わんなかった。今日時間通りに始められなかった分だー、くそー、倒したぞー、あー、やったー。カバン、ベッドタワーが、あー、違う、おエンダーマイト出しちゃったじゃないか、最後の投げたら。何をしている。いやー、よいしょー、やったー、ありがとうございます。いやー、お黙れ、切れたね、お疲れ様でーす。しばーん、あと1位、あと1位、よっしゃー、きたー、正面からか、正面から堂々とあいつを倒す。さあ来い、エンダードラゴン、貴様大事なことだ。あちょっと待って、俺も急いで見に行く。よっしゃー、終わった。お疲れ様でした。さあ、相打ちって。相打ちだわな。疲れたよ、正直。ちょっと、お風呂入れてきていい？ちょっと一瞬ごめんなさい、入れてきます。ではでは皆さん、本当に今日はありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。アディオース。エンディング。お疲れ様。本当に皆さんありがとうございました。さすがにもう2日経ってるよね。
いやまあまあゆっくりして、全然もう、体力というか、あれは全然大丈夫なんだけど、体力は、正直もう全然大丈夫で、休んで大丈夫なんだけど、毎回というか、前もそうなんだけど、前回も、あのね、なんかね、軽く、なんか燃え尽きた感があってね、なんかね、なんかね、燃え尽きた感があってね、なんかね、あの、ゲーム配信のね、あれにならないんだよ、スイッチに入らないんだよね。今日とか。うん。前もそうだったかもしんない。そう。前もそうだったかもしんない。でも、まあ、おもろかったな。結局、30時間ぐらい ?30 時間じゃなくて、まあ、実際26時間か。エンダー討伐時代は。うん。面白かったな。まあ、いろんな思い出ができました、本当に。だんだん、後半のがきつくなってくるって、やっぱ、体力的なあれなのかな。うん。うん。本日の切り抜き放送はここまで。ご視聴ありがとうございました。ドズル社放送部へのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またの放送をお楽しみに。